聖書を開きしたいと思います。マタイの福音書の26章の39節、ゲッセマネの祈りのところを開きしたいと思います。こちらでお見せしますね。もし開かれる方がいたら3版だと56ページにあたります。2版だと51ページぐらいだと思います。お読みします。マタイの福音書26章39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できましたならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心をのようになさってください。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆の心から褒めたたえます。こうしてお昼について夜の聖会を祝福くださって本当にありがとうございます。今から御言葉を語りますけれども、この後にパウロ牧師、大川先生が語ってくださいます。どうぞしもべが語るべき分を語ることができるように聖霊様が助け導いてください。私たち一人一人を神の言葉によって養って信仰を育み、この終わりの時の神の働きに備えさせてください。様、ここにいてくださる主に期待します。生きておる神様を信じます。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。語ってくださる主にまず感謝をしたいと思います。ハレルヤー。お昼に大川先生のくださった本の雨でもハレルヤーっていうのを言ったと思うんですけども、そしたら本当に雨でもハレルヤーで虹が出るって言ったら出ましたね。すごく嬉しくて、とっても今喜んでおりますけれども、実は今回は私は昼は苦しみ、夜はゲッセマネっていうあんまり明るくないテーマなんですだけどお昼も言いましたように、私たちのこれから見るリバイバルは週末のリバイバルなんですね。20世紀のリバイバルではないんですね。週末のリバイバルってのは再臨前のリバイバルで、そして黙示録におけるリバイバルですね。黙示録に入っていくときは始まるでしょうけど、これは白い馬の勝利なんですけども、迫害と殉教の時代なんです。で、世界が困難になっていくときにクリスチャンだけは別に困難じゃないってことはない。困難の中で神の助けや守りや奇跡を見るんですけども、やっぱり同じように困難をやっていくわけですね。だから、そういう中ですごい働きを見ていく。だからその苦しみを喜ぶだけの26世紀が持っていたような、どんな苦しみや痛みも苦しみじゃないと感じれるほどの、天に対する確信、現実といったわけですね。天の現実と、主への愛と喜びがあるかどうかだと思うんですけども、つまり十字架を追うことが始まってくるということですね。本当にリバイバルを信じて主に従っていくと。で、イエス様の十字架と私たちの十字架は全く本質的に違います。これまた知っててください。イエス・キリストは私の罪の身代わりとなれました。神なのに神に捨てられました。十字架で神から捨てられて、我が父我が父どうしたお見捨てになったんですかと言われて捨てられたんです。黄泉にまで下られて、私たちは主がおっしゃる十字架を引き受けた時絶対捨てられません。逆にその十字架の時にもっと深く神の愛を感じますし、もっと深く主が近くになります。十字架の愛が今までよりももっと深く分かります。だから本質的に根本的に違うんです。イエス様の十字架と私たちの十字架は。でもその上ででも私たちが本当に主に従っていくと、私についていきたいと思うなら十字架を私についていきなさいとおっしゃるように、主がこの十字架を追ってくれますかということがある。その十字架は時として私にとっては嬉しくないんです。ペテロにイエス様が、あなたは最後は自分の行きたくないところに連れて行かれますと言っているように、必ずしも自分の願っていることとは違ったり、さっきの日も話しましたけど、すごい奇跡が目の前で起こるのに自分自身はなかなか簡単に癒されなかったり、すごい神の技を見るのに自分自身の家族で問題が起こったり、いろんなことが起こるわけですね。そして間違いなく主は祝福してくださるんだけども、すぐまだ起こらなかったりとか、いろんなことを通るわけですね。で、その十字架を引き受けますかって言われた時に、ゲッセマネのようにから学ぶことがあるんですよね。繰り返しますよ。イエス様の負った十字架と私たちの十字架、全く本質的に違うんだけども、イエス様が十字架を追うときに通ってくださったゲッセマネを通して、私たちは本当にイエス様に比べても小さな十字架というのも失礼なぐらい違うんだけど、でも私にとってはその十字架を追っていくときに、その祈りからとっても深く学べることがあるし、力になることなんですね。それをちょっと見ていきたいんです、短く簡潔にですね。今さっき読んだちょっと手前見るとですね、イエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座ってなさい。弟子みんなに座ってろと言った。そしてペテロとヨハネとヤコブ、ペテロとデブダイの2人、これはヨハネとヤコブです。を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみにもだえ始められた。その時イエスは彼にこう言われた。私は悲しみなまり死ぬほどです。なんでイエス様が悲しみなまり死ぬほどだって言ったんです。こんなこと言ったことあります。イエス様が私は悲しみなまり死ぬほどだって打ち明けたんですよ。そしてその後にここを離れないで私と一緒に目を覚ましてなさい。祈れなんて言ったんです。起きてろよって、目を覚ましててくれよって、私悲しみの一緒のことだから起きててくれよって。でルカの福音書によると一生投げて届くほどの距離、遠投したとは思いませんので、ポイッと投げて届く距離はすぐそこだと思う。そこで悲しみもだえ苦しみもだえ、ルカによると血のような汗を流しながらイエス様は祈られたんです。私は悲しみのあまり、すいません、ひれ伏して我が父よ、アバです。アバ、本当に父なる神様と親しくアバって言って、そしてイエス様はできますならばこの杯十字架を過ぎ去らせてくださいって。そりゃそうですよね。神様が神にしたりとこう言えますよ。説明はできますけど分かりません。いつも私たちは神ともにいるから絶対捨てられないから、神であられた方が人となっただけでもすごいのに、その神に捨てられて読みに下るっていう、ちょっとこれは説明はできるけど理解できない。そんなちょっとそれは避けてください、過ぎ去らせてくださいって。でもしかし私の願いではなくてあなたの心になさってくださいって言うんですよね。すごいのですよね。そして祈って戻ってくるんですね。そしたら弟子たち寝てるの、起きててって言ったのに寝てるんですよね。ちょっと気持ち分かりますね。説教の時ね、感動してくれなくてもいい、起きてるだけでいい、はいって言って寝てられる時がよくありますのでね、で寝てるの。そしてですね、寝てるのを見てペトロに言われるわけですね。1時間でも祈ってることは一緒に目を覚ましてくことができなかったのか。これちょっと今日はもう話しませんが、1時間と言われたことでね。そして誘惑のお茶のように目を覚まして祈ってなさい、これは燃えていても肉体は弱い。でまた行ってまた祈られる。2回目はちょっと変わる。我が父よ、アバ父よ、どうしても飲まずに済まされずに杯したらどうでもことになさってください、覚悟を決めていかれた。で戻ってきたらまた寝てるの。3回目祈ってついに受け取られて帰ってきたら寝てるの弟子たちのために言っておきます。彼らは主を愛してました。この弟子たちはこの後裏切ってません。使徒行伝はこの弟子たちによって書かれて用いられました。寝た人安心してください。でも今日は寝た方の話じゃなくてイエス様の話をしたいんですね。イエス様は十字架を前のゲッセマネで、御使いが来て力づけたとルカには書いてあるから、御使いは来て力づけたんでしょう。でも人として孤独でした。3年半手塩にかけた弟子たちは悲しみは無理死ぬほどなんだって初めてこのうち打ち上げた時寝てたんです。起きててくれよって言ったのに寝てたんです。1回目も2回目も3回目も一人で戦ったんですね。なんね、この人にだけ分かってほしいって人いませんかね。大抵奥さんだと思うんですけど、でもね、孤独を通ることがあるんです。人のところに行かないで十字架のイエス様のところに行ってください。その十字架を引き受ける力をね、そこで本当に主のところに行くとですね、御使いが助かるから私には聖霊がおられますし主がおられますから、本当にそこで今までないぐらい深く主が近くに来て力をくださいます。2年前パウロ牧師が自分に絶望してくださいって言ってくださいました。そして上のある方に助けを求めてね、絶望するといいんですよね。本当に力がないとあるから。そして主を信頼していました。きっとね、これからリバイバルに向かってね、一人一人に十字架が始まります。本当に主に従っていくと、本当に主を愛して命をかけて従っていくと、たくさんの魂が救われてほしいと思っていると、自分を通して100万人に救われるって言ったマーリーさんの言葉を本気で信じている人には十字架が来ます。信じている人には。で、甥っ子ありません。あなたにも私にも甥っ子ありません。無理です。でもそこで本当にそのところに行ってイエス様に向かって祈った時に、十字架の主が力をくださり、聖の力をくださって、そこで本当に今までにないぐらい深く神様を知るんですよね。力を受けるんです。そして進んでいくんですよね。でこのゲッセマネで3回乗り終わった後に、さあ行くのです、立ちなさいって言ってイエス様は十字架に向かっていかれたんですね。もう話終わらないといけませんけども、いよいよリバイバルが始まります。今までも霊的に始まってましたよ。今からの現実に始まります。私は長崎で起こると信じておりますし、日本で起こると信じてますし、ここからは私は群れのことを言いませんので、私個人的に思っていることは、日本でリバイバルが始まる、そしてそのリバイバルは世界に行くって、日本人は世界に行かないといけません。カトリックはヨーロッパから来てくれました。アメリカからプロテスタントが来てくれました。最近はアジアから韓国から来てくれました。たくさんの人がこの地で殉教しました。たくさんの人がこの日本で人生を捧げました。命を使い尽くしたんですね。ところが日本人は殉教者いっぱいいるんです。世界に負けないぐらいほとんどこの国で殉教しました。多民族のために死んでいるのはないとは言いませんが、ごくわずかです。日本人は宣教師に向いてるんです。わかると思うんですよ。妬まれてね、モノマネがうまいとかサルマネがうまいとか違います。適応能力抜群なんです。神が賜物なんです。パッと見ますけど、ハドソン・テイラーは中国人の格好をして、中国人と同じになって、中国人と同じになって入っていったから、すごい働きをしたんです。チキンラーメンっていうかカップヌードル知ってますか？東と西では違うんです。味が海外行ったら違うんです。味がその国に適応して作ってるんです。だから日本の商品は売れるんです。抜群なんです。神が下った賜なんです。宣教師に向いてるんです。この国で起こったリバイバルを持って、私たちは全世界に行って福音を伝えるんです。だからお会いの時の全世界で起こるすごいレベルの爆発的なリバイバルにおいて、神様はこの国の人々を使われます。今までイスラエルと日本だけは使われてませんでしたけど、このお会いの時のために神は置かれてたんでしょう。これからそれが始まります。救われてきます。世界に行きます。私たちを通して、本当に弱い力のない私たちを通して、神様は働いてくださいます。奇跡をなさいます。人々を救われます。この国だけじゃなくて全世界に行って、さっきもちょっと話があったんですけど、英語できなくても構いません。抜群な強いが必ずついてくれますから、あと記してほしいが伴うから、だから行きましょう。そして十字架が来た時に逃げないで、さっさと認めて、全くお力はありません、どうしようもないんです、神様助けてください、ゲッセマネに行って、みんな分かってくれません、どうしたらいいんですか神様って時に、主が来て助けてくださって、力をくださいます。イエス様だって3度祈りました。1回で解決するなんて思わないでください。イエス様だって3度言ったんです。必ず答えが来る、力が来る、神の前に出ていけばいいんです。主が必ず助けてくださいますね。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが今年の殉教生活を通してたくさん祝福くださいましたけど、さらにパウロ牧師を通して、岡田牧師を先生を通して、あなたが語ってくださる言葉と、またこの御臨在の中で力、油注ぎを与え、どうぞあなたからの恵みを受けて帰ってきれるようにさえ導いてください。あなたの皆を褒めたたえます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。